ちらです。どうぞ。羊蹄山を股にかけたら日本一似合う男、長谷川雅紀です。今日は山菜採り。山菜採りといえば中山峠。ホワーイ。なぜかって、それはこれだ。今年3月までの僕のコーナー、長谷川フライデーの記念すべき第1回目、はい、それが中山峠の山菜採りだったんです。ジェットコースターが日本一似合う男、長谷川雅紀です。逆さま。すごいんですよ、もう大騒ぎですよ。カモ、食べちゃうぞ。節分なんですよ。豆食べないと。おめでとうございます。おめでとうございます。何がおめでとう。フライデー20回記念ということで花束を用意させていただきました。長谷川フライデー20回を迎えたんですか。はい、そうなんです。そうなんですか。おめでとうございます。ありがとうございます。これからもパワーアップして頑張っていくぞ。目指せ長谷川フライデー2時間スペシャル。行くぞメーラー。長谷川フライデー。提灯なんかね、いいかなと思うんですよね、僕。そうですね、提灯すごい素敵だと思いますよ。ねえ、これお部屋とかにいいですよね。お部屋にね、じゃあ、提灯これどれがいいかな。ラーメンとかいいんじゃないですか。ラーメン。長谷川フライデー50回100回、よし頑張るか、羽ばたけ長谷川。よし、長谷川フライデー。爪楊枝の赤い印がついてたらもう一本と。おお、こ、あら、これはすごい。一発で当たった。すげえ。これ歯茎の血がついたわけじゃないですよね、うん、僕の。違いますね。買い物したものを私の部屋へ。いつも変身するあの衣装、実は寝巻きだったんですね。そうなの。そうです。もしかして、いつもよりだいぶ早いですが変身です。すごいな、強そうだ強そうだ。実は寝巻きだったんですね。そうなの。うん、おいしい。おいしい。僕が言う前だぞ。言ったぞ。無理やりでしょ。言わせるんですね。いただきます。では秋元さん、はい、はい、お願いしますよ。はい、はい、いただきます。うまい。聞いて行ってきました。はい、ビックリビックカフェお持ちいたしました。どうぞ。でっけー。あ、こういう風な感じですね。はい、ちょっと挑戦して生まれて初めてでございます。あ、ちょ、はい、何やってるんですか。おい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 。あなたね、これボンド出してるんじゃないんだから、もうちょっとあなた考えなさいよ。いや、これ力の加減がね、結構なんかお蕎麦のような。いやいやいや、それでもね、ボンドに見えるな。見た目も大切ですよ。はい、こちらのね、貝のあのお人形とか、はい、なかなか作るのこれ難しかったりするんでしょ。いえいえ、もう簡単にできるんです。実は顔と髪の毛のところは一番やっぱり真剣にしてほしいところでもあるんです。あ、人形は顔が命ですよね。芸能人は歯が命ですけれどもね、皆さん